本当にクララは頑丈で壊れないな。いやー、そうですね、クララは壊れたシリーズね、制作中なんだけど、ひろゆきさんとコラボ撮って、その動画先にね、今編集してて、明日か明後日ぐらいには間に合いそうなんですよね。その後にこう順番にね、クララは壊れたシリーズ出そうかなと思うので、すいません、本当にごめんなさい。10月には絶対出します、本当に。はい、ヘイヨー、ケンツメッシーです。今日もね、クララやってくるんですけど、今日はですね、枯渇デッキです。珍しくね、枯渇使ってくんだけど、疑問に思うわけ。枯渇で上位いってるプレイヤーとか、まあ、すごいね、こう、愛のあるプレイヤーたちが、この枯渇をね、こう、愛して使ってると思うんですけども、このデッキってさ、バレル投げて守って、バレル投げるだけで、テスラで守ってロケット撃つみたいな感じじゃないですか。言うたら。他のデッキだと、もうちょっとこう、形組むとかあるけど、枯渇デッキってそんなないイメージがあるので、ちょっとね、挑発的なタイトルになってると思うんですけども、ちょっとね、枯渇デッキを使ってみて、枯渇の気持ちを知ろうかなと思います。ということでやっていきます。まあ、まずは、初手ゲーですよね。えい。相手も初手ゲー。おっと、剣詰め師の初手ゲーが刺さってきました。ただ、ちょっとだけまずい。だけまずい。プリンセスが、はい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 、オッケーオッケーオッケー、打ってあるから相手、まあ打つだけ打って、あー打ってこない、完封。あー、うまいな、枯渇使いは違うっすね。ちょっとまあ後ろめで、ちょっと時間稼いで、あー、そいつは乗せない。ウッド温存されてしまいました。どうしましょう。アウプリちょっとやめてくんね、普通に。アウプリは違くない？まあ、テスラ出して、とりあえず。とりあえずテスラみたいなのがある。で、ナイト出してあげて、こっちですな。いやー、ギャングこれ、あれした方がいい感じ？さては。ちょっと待って、どうしよう。どうしよう。はい。はい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 。で、プリンか、何かしか出てくる。あ、プリンスか。これは一旦ギャング低め、バレルぶっ飛ばして、いや、ずっとバレルで受けられてる。あー、ちょっと待って、これさ、さてはこれでも相性多分こっちの方が絶対いいんだよ。なぜなら、なぜならですよ、どう？オッケー、入ってる入ってる、雪玉が開いて、いい気づきだ、剣詰め師。オッケー。はい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 。これはニヤニヤしながらいけるやつやな。よし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 。ロケット剣入った、ロケット剣入った。あと、テスラで、テスラで、ニヤニヤしながらウッドを守って、よーし、まあ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 、おっと。ロケット使わなすぎてダメージ覚えてないに。まあまあまあ、アウプリのね、雪玉型は、美味しく持っていただきやすい。ありがとうございました。あざす。ギャングで受けるのね、いきなりさ、枯渇ミラーはさ、まあ、デッキ違う、こっちの方がプリンセスの回転が早いから、みたいな、確か相性いいみたいなことを聞いたことがある。いきなりさ、普通にやっぱ、枯渇ミラーするのはさ、違くない？俺は違うと思うんだけどさ、みんなはどう思う？とりあえずバレルぶん投げてから始めよう、話は。はい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 。ロイホグね。強いね、ロイホグ。まあ、ちょっとギャングに頑張ってもらいつつ、あー、ゴーストか。まあ、これは、テスラで受けてあげて、
まあ、聞くか。三子相手三重子だったら多分勝ちたいはず。どうしよう、ハンターで多分来る。アイゴルか。まあバレルとりあえず飛ばしてからで、ゴーストとか言うので処理ですか。ちょっとこれでいい感じに。オッケーオッケーオッケー、めっちゃ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 。テスラで、あとウッドで、痛い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 痛くね。ここら辺投げてたよな、すごい。いやドリボー、あー見てるね、しっかり。まあまあまあ、ナイトで受けて、三重子って相性いいのかな。なんか良さそうだよね。プリンセスどうしようもないもんね、相手。さてどうしようか。とりあえずテスラ、はいはいはい、はい入ってく。バカ やばいことやってる俺。ちょ待って、下手くそとか言わないでみんな。いやこっから許容して、1でも残れば。あー132はまずい。あれプリンセス無限に強いはずだったけどな。テスラ出してあげて、まあロケット打つか。延命しながらライフが来たら The End。 助けてください誰か。ユーノにしっかり焦点合わせて、どうしようこう。ロケットとりあえず打って、あれどうしようかな。アイゴレバッカも入れたら終わり。あれバカきつくね。いや俺が下手なだけだよな、つって。ちょっと待って、まあ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 言うて一生いっぱいよ今。くそー、絶対枯渇使いの人みんなニヤニヤしながら、初手ゲーと初手ゲーと。よし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 、得意技これです僕の。めっちゃいい受けしました皆さん。よし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 、あ笑てるわ相手
まあ、トミネーズ考えてなかったらライドル入ってたらそうだよな。ちょっと待って、バレル手札になった時何すんのこのデッキ。カシマエプリン、あんましないイメージあるよな。まあ、後ろからプリンセス出して、雪玉把握、雪玉把握。アイスウィザード。まあちょっとこれでやりながら、うん、こっちもキングキドした方がいいかな。山、まあ、一旦なしでいこう。オッケー。雪玉とかで持ってかれるか。はいはいはい。ウッド使ってあげて、一応延命トルネード。お、これはいい感じ。はいはいはい。これロケットかな。あ、いいロケット入りましたよ。入んなよ。痛すぎー。いや、待って。枯渇ってこんな難しいの？あ、いいタイミング。いや、全然よくねえ。どうすんのこれ。普通にだるくね？バカだるくね？はいはい、キング起動して。クソきつくね？絶対相性いいよな、これ。もう、ちょっとどうしよう。許容。入ります。めちゃくちゃ割られてる。だってロケット言ってもだって勝てねえもん、今の。ちょっと待って。枯渇とか二度と使わんけど、普通にやめてくんね。は？ちょっと待って！あ、ラスト生かすで。枯渇少ない。めちゃめちゃ割られてるしな。おい。なんだこの枯渇、下手すぎって思われたんだろうな。あれ、枯渇こんな使えなかったっけ。あのね、アウプリ枯渇とかは、まだマシ。このテスラ枯渇は、マジで多分一回も通ってない。一生使ったことない。舐めてたわ。全然出す詐欺じゃねえや。何が違うんだ。いや、マサネクきつ。ちょっと待てよ。はい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 。バレル投げもして、あんま延命はしない。あんま延命はしない。それ大事。ナイトで受けてあげて、あんまエリクサ使わない。大事よ。エレキ、まあ、これはギャングで受けてあげて、まあ、多分マザネク来る。それは知ってるんや。回転を崩さんと絶対無理よな。そもそも今だって相手のロリババのタイミングというか、出す順番ずっとあれだから、前振りとかで崩すんかな。ダックプリーグでしょ。で、ポイズン回る。まあ、大事なのは後半なのかな、回転で。ちょっと後半意識してみますか。だから俺が枯渇相手にされたら嫌なことを考えればいいんだな。多分ここのプリン延命。まずは。で、これ相手、ウッドないとき、はいはいはい。あ、それ飛ばないの？やばいじゃん。まあこんな感じかな。
いはいはいはい。いや延命できねえ。マザネク来る。さよなら。やべえ、ガチでやばい。いやまあきつそうだけど、これ多分しっかり勝てるはず。え、全然使えなくない？もう終わりだよ、もう残念。